客さん、いいバッティングセンスしてますね。ん？誰だあんた。私はこのバッティングセンターで支配人。はい、ここは私の父がいつもうちのチャレンジコースを遊んで。どうです当店。ん？ああ、ああ、実はこのチャレンジコースにはね、夢？ええ、私の夢とは、そして私の想定ではこの最後には史上最高ですが、お客さんたちはみんな、なのでチャレンジコースを何度、そうか。実は私も昔は野球をやって、その卓越したシミュレーション能力で、しかしある私のこのリズムな性分と野球の、なるほど。ええ、未来の大打者を作って野球、ほう。ええ、あ、もしよければお客さん。俺が？はい、やはり店に、つまり、まあ言い方悪いですけど、そう、もはやチャレンジコースを、どんだけ人気、お願いします。何でも。はい、ちなみにありがとうございます。それじゃあ頑張ってください。かっ飛ばせ。データも。それじゃあ恩返しに。ああ、そうだったな。だが何か願いとかないんですか？何でもいいですよ。そういやお前、えよし、えああちなみに瀬戸内ウォーリー、ああひろし、ああ、なんだ。いえ、なん、おう、はい、ああ、これからチームメイトになるの。ああ、俺は、なるほど、それじゃ、ああ、よろしく頼む。あんた結構いい音響かせるね。ん？ほう、このどっしりした足腰が今のバッティングを生み出してたってわけか。いや、俺は中畑典和っつうんだ。ゴリさん？ああ、一応む、ああ、いや、個人的にはちょっちょっとしたいざこざが。いざこざ、まあ簡単に言うとおお、いいこと言っそうだ。あんた、なんなら俺が。何？ああ、だがまずはあんたの実行。そうだな、あんたが俺よりも多くホーム。ああ、わかった。よっしゃ、ふう、なんさ、次はあんたの番だ。大打者をウォリアーズに引き入れる。
千載一遇のチャンスだ。こいつは負けられねえぞ。かっ飛ばすぜ。あんたほどの実力者がいるチームだ。それで瀬戸内を瀬戸内、ああすまねえ、ああ広島だ。いや俺も男だ。本当か。ああ最近自主練ばかりで試合にそうか。それじゃこれからよろしく頼むぜ、ゴリさん。